どうもこんにちは、こんばんは、白王子ゆうやです。パワープロ 2018A 館内モード続きからやっていきたいと思います。はい、相変わらずの滑舌の悪さでございますが、皆さんね、ぜひお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。というわけでですね、前回の動画に関しましては、とりあえず育成会ですね、特に何もなかったかな。体育祭でジモティが活躍してくれたぐらいですね。はい、ジモティ、キモティ、クロマティがね活躍してくれたぐらいなんですけども、今日のこちらの動画に関しましては、秋の地区大会1回戦からねやっていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお時間許す限りお付き合いよろしくお願いいたします。では早速やっていきましょう。じゃあとりあえず総合練習でそのままいきたいと思います。では行きましょう。さあ、ドラフト会議に関しましてはね、生放送で次回、お送りさせていただけたらと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さあ、公式戦ここをね2つ勝てれば確実に春の甲子園出場なんで、頑張っていきたいと思います。やっていこう。とりあえずここ勝てばね、まだね確率はあるので、甲子園に出場できるね。さあ、ここはコン君でいこうかな。コン君もちょっと注目選手でいきたいと思います。いこう。あー、今日心ちゃん調子悪いね。逆に宮下くんが絶好調と。なるほどね。宮下も能力的には悪くないんですけど、伸びっていうところがねちょっと怖いんですけど、そしたら今日は宮下でいきましょうかね。宮下くんをちょっと入れましょう。今泉くんも今日絶好調だけど、まあみんな普通なのでいいかな。岩永くん、岩永のところに、まあ一回岩永も好調だからこのまま入れましょう。で、コン君がちょっと今日調子悪いんですけど、まあ注目選手だけど、まあここ3番でいいか。うん、いいかな、このままいきましょうか。よし、ではやっていこう。今日はねちょっと宮下くんに注目していただきたいですね。公式戦初先発かな、宮下くん頑張ってもらいましょう。いやー、心ちゃんがね最近ねちょっとね体調がよろしくないみたいでね、世界を笑顔にって言ってる場合じゃないですね。とりあえず自分を笑顔にしてもらわないとね、心ちゃんには頑張ってもらいましょう。さあ、三塁側、王子高校対豊岡実業高校、一塁側やっていきましょう。総合戦力 B、 マイホバンが C だったかな。あ、古田選手いますね。これはあかんな、あかん、キャッチャーがあかん、投手能力がすごい大手。さあ、伊藤選手見ていきましょう。高谷選手は、あ、ここはプレーじゃないね。松本選手、お、天性 OB、いやー、すごいな、盗塁 A、 うわーお、松本選手、これはジャイアンツの松本選手かな、ではないか、右投げ左両打ちか、古田選手ですね。いや、いいキャッチャーだ、こんなキャッチャーがいたらね、投手能力はね、もう計り知れないですね、本当に、めちゃくちゃ欲しい。いやー、マジか。あ、池山さんも OB ですね。OB 結構多いな。うん。あ、田口さんもですね、いますね。鈴木選手、やっぱそうだよね。鈴木選手も点数 OB ですね。いや、これやばいな。この能力でキャッチャー古田さんか。これは結構点取れないぞ、今日。いやー、厳しそうですね。なかなか厳しい試合になりそうだな。宮下がどこまで抑えられるかってとこですけど。頑張っていきましょう。早速チャンスですね。ミート対応、まあ、初級丸もついてるので積極打法ですね。ちなみに二塁ランナー、お、キリト君、ワンヒットで帰ってこれるかな、頑張って。ということで、ここ、確実に先制点欲しい。流し打ちもついてるので、ここは3の数字なんですけど、流し打ちでいきましょう。さあ、頼む、コン君。コン君も3割5分2厘か。打ち上げちゃったね。いやー、古田さんいいな。古田さんと鈴木選手のバッテリー、素晴らしい。お、3回の表で1点取ってますね。ナイスだ、ナイス。誰だ、誰だ、誰が打ったんだ、タイムリー。いいよ、いいよ。もうちょい、もうちょい欲しいな。あ、今日キリト2安打。そして角田がね、すごいバント職人らしく、もう2つ送ってくれてますね。これはコン君ね、2回目のチャンスを取んないと。さあさあ、お、ジモティもツーベース打ってますね。タイムリーは誰だろう、キリト君かな。まやちゃんもヒット打ってますね、素晴らしい。ここ今日はコン君、あれだね、チャンスね、回ってきそうですね、結構ね。さあ、ワンアウト2塁。まあ角田送りバントしてくれてるので、ここはまた流し打ちでいきましょう。頼めよ、コン君。こう打っていきましょう。もうチャンスもね、ちょっとね、アイテムを使ってあげたのでね、頑張ってほしいですね。どうだったかな、ちなみにチャンス E だったんだよね。もともとチャンス E で、チャンス D も上がったんかな。うん、ですね。頼む、コン君。OK、ナイバチュー、当たりが強い。OK、あ、さすが松本選手ですね。やっぱり足も速い、守備もうまい。素晴らしい選手です。さあ、5回の持って、ノーアウト1、お、3点取ってる、素晴らしい。そして角田。まあ、なかなかこれね、古田さんだと、走れないので、今日ノーヒットなんだよな。でもコン君、いやでもここはいいやつ感使っていきましょう。ちょっとバントしてるようだね。まあ、コン君がバントしてるようじゃダメなので、ここも流し打ち。
つなげつなげ、ノーアウト1、2塁を作っていこう。最低限送りバント、頼むよコン君。あーくん、ちょっと今日コン君調子悪いな。さあ、一三塁、おチャンスですね。ここでラッキーボーイ博士、ハイボールヒッター、頼むよ博士くん、任せたよ博士くん、頼むよ。一塁ランナーはジモティ、ジモティ走らせてもいいな。でも古田さんだからここは経験点も稼ぎたいんですけど、もう勝ちに行きたいので博士に任せましょう。任せてよかった任せてよかった、今日は大丈夫博士だ、大丈夫じゃない博士じゃない、今日は大丈夫博士や、素晴らしい。さあ今永も究極のスコを使っていきましょう。ここねちょっとどんどん点取っていきたいですね。さあクールなのでミート対応で引っ張りでいこうかな。うん、ジモティなのでワンヒットで帰ってこれそう。頼むよ岩永、岩永落ちるんじゃない、落ちるでしょ、ジモティ帰ってこい帰ってこい、オッケー素晴らしい、ジモティ、ジモティ、キモティ、クロマティナイス。さあ宮下今日ねいいピッチングしてるんですよね。5回まで無失点、素晴らしい宮下くん。まだ投球も62球で被安打5か、勝ちつけてあげたいからここも行かせましょうかね。お祭り男、まあ、チャンスあげてもいいんだけど、チャンスあげるかな、あ宮下もチャンスあげようか、みんなチャンスあげよう、うん、ここは任せましょう宮下に。さあここは流し打ちでいこうか、チャンスとりあえずあげといて、ここで一気に点を取っていく、いいバッティングだ宮下。まあねちょっとね、今コマンド使っちゃったので、まあ、ピッチャーちょっとピンチになったら宮下はどんどん変えていこうかなと思います。熱血使ってまやちゃん、まやちゃん今日ね素晴らしいよ。さあパワー上がったので熱血感強心体を流し打ち、追い込まれたらミート打ち、頼むまやちゃん、 OK チャンスでだからね、うん、いいバッティングだ。追い込まれたらミート対応、追い込まれたらミート対応、おーいい打球だけどな、いい打球なんだけどな、うん、やっぱピンチきますね5回の。そして古田さんか、まあここはちょっと勝ちつけてあげたいので一旦まあ心ちゃん次投げさせるとして、次まあ高村代打出すかな、まあ今泉もダイソーで出すので、まあ今泉くん使っとこうか。まあワンアウト一三塁なんでね、まあゲッツーでね、まあ1点はしょうがない、1点はしょうがない、みんなとりあえず守備上げて1点はしゃあないよ。で宮下くんは変化球中心のゲッツーシフト、頼みは宮下、落ち着いてこ、オッケーナイスだ、オッケー素晴らしい、古田さんよく抑えた。でもここに4番がいますかね、まだね4番がいるんですよ。H 臭いとこ、まあいいよ、最低最低満塁でもいいよ、満塁でもいいよ、 OK ナイスだ、キリトしっかり OK 素晴らしい、宮下くん素晴らしい、ピンチをよく抑えた、ワンアウト1、3塁、もうこれで勝ちつきますからね、勝ち負けつきますからね。さあコン君今日ノーヒット、キリト走らせてみようか、キリト走らせよう、キリトで走れるかどうかを試してみよう、うん完全に外らされたけど OK、 完全に外されたけど古田さんから素晴らしい、よく走ったキリト、古田さんは肩はどんな感じ、あやっぱ B だよね、早急へ9回の図、よく走った今の、よく走った。さあここでコン君よ、コン君今日調子悪いけど頼むよコン君、ここで返そう、ワンヒットで1点で OK ナイス素晴らしい、流し打ちだ、これでこそのアベレージヒッター、アベレージヒッターらしい打球でしたね、素晴らしい、これ彼女できるわ、これもう毎日ウハウハだ、夜最高だわ。さあ今日ホームラン打ってますね、お口が素晴らしいですね、頼むよお口。さあここプルヒもついてるので、引っ張りに行こうかな、追い込まれたらミートで行こうかな、追い込まれたらミートで行きましょう、4番に任せましょう、よかったよかった、まあ、3番がねノーヒットじゃね、ちょっとねやっぱねチームもね保たれないですからね。さあここ追い込まれたらミート対応で引っ張り、 OK ナイス、まあいい打球だったけど厳しい、 OKOKこれでツーアウト、ランナーは2塁変わりません、さあここでジモティ急成長 OK、 ジモティで急成長を使えるのはでかい、ここはジモティはまあ期待を込めての強振対応の引っ張りでいきましょう、いいよジモティ頼むよ、ジモティ天才派だよ、いやもうこの天才派に急成長が使えるっていうところ、セーフでしょ、エラーかエラーか、まあ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 、さあジモティの経験値も踏まえて走らせたいですね、走らせようか1球目から走らせましょう、うん走らせていこう、まあ、数字低いけど経験値点 OK セーフでしょ、うん OKOK、 今変化球だったから素晴らしい、さあこれワンヒットで2点入りますよ、さあ頼むよ博士頼むよ、追い込まれたらミート打ち OK、 ツーボールツーボール頼むよ博士、君だったらできる、君だったらできる、走れ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 、まあまあまあ、まあ、コールドのことを考えて、コールドのことを考えてくれたんですよね、よ宮下いいね、宮下よく抑えてるね。さあこの回あと1点取ったら次コールドになっちゃうけど、岩永はミート対応でちょっと数字低いな、数字低いな、まあ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 、ちょっと全員使うことも考えて代打出しますか、
全員使うことも考えて代打内木要員小西行くかな。今日友情が絶好調なので友情内木で行こうか。そうだね。でまあランナー出たら今泉にダイソーもできるので、さらキボイロゴリタ。さあ友情はどうしようかな。ミント対応で行こうか。ミント対応流し打ちで行こう。まあこれでね、一番理想はランナーに出てくれればね、ダイソーで今泉君も使えるので、頼むよ友情絶好調今日。頼むよ友情落ちるんじゃない。オッケー、ナイバッチだ。これですね、これです。素晴らしい。さあでここで友情のとこにダイソーが出せると。宮下くんはもうねちょっと変えようか。友情のとこに今泉が出せて、宮下のとこでも代打を出そう。誰にしようかな。今泉だったら走れる気がするので今泉で出して、オッケー、5だね。5だからとりあえず先に走らせてもいいんだけど、代打出そうかな。まあ、チャンスを見越して大平かな。いやでも宮下もうちょいいけるかな。でもさすがにこの回はまあ86球か。ちょっと変えようか。よく投げた宮下。森の進くんでもいいな。チャンスし流し打ち。どうしよう、森の進行こうかな。森の進、それかまあチャンス、まあちょっと調子いいので森の進行こうか。森の進行こう。で数字は盗塁下がるか。まあ下がるけど、下がるけど1球目から走らせるという。今泉、やっぱ古田さんやな、やっぱ古田さんやな。まあ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 経験点というところでまあいいでしょう。やっぱ古田さんやな、さすがやな、さすが古田さんやな。まあコールドね、コールドあったらね全員使えませんから、ね、そういうとこも踏まえてということで、ね、いきましょう。プラスで考えていこう。まやちゃんこのまま行かせてもいいんだけど、一応小西がセカンドを守れるのでもう代打出しちゃいましょう。代打出していこう。どんどんね育成のことも考えて代打出していきましょう。さあ、おパワーヒッター強振対応流し打ちでいきましょう。 OK 抜けるんじゃない。 OK ナイバッチ小西、素晴らしい代打の仕事をしてくれたね。でこのまま行かせるとして、キリトはまだ使わずに、セーフティーやっても面白いな。ちょっとセーフティー成功するかやってみようかな。ちょっと上がってるので1球目から、1球目からセーフティー。 OK、 厳しいか厳しいか。キリト君はねあとねちょっとね両打ちにしようかなと思ってるのでね。まあキリトスターバーストストリームらしくて、さあピッチャー森の進はちょっとあかんので、ここはどうしようかな。こっから心ちゃん行かせるかな。まあ、点差もあるのでっていうところで考えると、ジモティ行かせるのもありだな。ジモティ行かせようか。ジモティ行かせましょう。ジモティ行かせよう。ここでジモティ、ね、まあ、点差あるんでね、さすがに追い込まれたらちょっと変えますけど、まあ、これやって前ね負けたんでね、さすがに追い込まれたら変えますけど、ライトレフト、そうだな、レフトにして、あレフト森の真空にしてセンターライトでいこうか。いやレフトでいいか。このままでいこう。 OK。 さあ頼みはジモティ。おジモティよく抑えた、素晴らしい。角田第1サードか。サード守れる人は高村くんいるね。 OK、 じゃあ高村くんも出そう。どんどん使っていきたいので、でまあ意味ないですけど強心臓を使って、筋トレ部なので強心対応の流し打ちと。頑張ってね高村、頼みは。 OK、 いいね高村、やるやりますね高村くん、素晴らしい。高村は一応サードか、サードなのでサード守れる人はもういないよね。大平もファーストだもんね。まあこのまま行かせようか高村は。さあコン君頼むよ、今日1本打ってますからね。ここは高村走るね、もう任せよう。頼むよコン君もいいね、打率3割4分8で3本、15打点2盗塁、素晴らしい選手。 OK ナイバッチよくつなげた、素晴らしいコン君。さあここであと1点取ったらね、この裏でコールドになっちゃうので、まあいいや、ここは、奥地に任せよう、打たせましょう。まあね、手堅く行くんだったらねちょっとねバントだったんですけど、ここは奥地に任せて OK、最低限進塁だ、素晴らしい。さあそしてジモティですね、おお素晴らしいですね、素晴らしいですよ。強振対応、犠牲フライ、ジモティ頼むよ、ジモティキモティクロマティをやしてくれ俺に。追い込まれたらミート対応にしようかな、ミート対応にしようか。追い込まれたらミート対応で犠牲フライ、いよいよ粘っていこう粘っていこう、いいよジモティ粘ってこそ気持ちいいにつながるよ、やっぱね、いいよいいよ、お前前技長いタイプだ、あ前技長いけどフィニッシュはできないタイプね。 OKOK 了解した、理解した、よし頼むよ博士、頼んだ博士。あ待って、博士のとこ代打出そうか、まだファースト守れる人がいたので大平くん行こうか。ちなみに博士はチャンスのような感じ、チャンス C か、まあまあまあちょっとここはごめんなさい、全員使いたいので代打で。そしてお祭りのとこ、いいねチャンスアップ、そうですよお調子者なんですよ、そうなんですよ、
素晴らしいんですよ。これでこそですよ、これでこそですよ。城王子優也監督の采配がズバリ的中していく。素晴らしい。このチームに8点取れるとは素晴らしい。古田さんいてね、鈴木くんもいて、これは素晴らしい。まあちょっと意味ないですけど、強心臓使いましょう。でミート対応で引っ張り、素晴らしいですね。あとはピッチャー陣ですね、投手陣だけちょっと全員使ってって感じで、もうこの裏でコールドになっちゃいそうです。おっ、今泉も打った、いいね、素晴らしいよ。今日はサブのメンバーも活躍するね。いいよいいよ、頑張っていこう頑張っていこう。さあ森の進くんももう一度回ってきましたね。流し打ち持ってるので、ここはミート対応で頑張ってもらいましょう。おっ、森の進くんも打つね。王子高校打線爆発、素晴らしい。数字低くても打っちゃうやつね、ナイス。いいよいいよ、素晴らしいよ。コールド見えてきたよ、コールド。チャンスで続いてるよ。さあ小西君はミート対応でちょっと上げていきたいので、まあ引っ張りいいかな。ちょっと数字低いけど頑張ってもらいましょう。あ、いいや、おお、あ、いいや。ハイサイおじさんの呪いが止まらない、素晴らしい。そしてキリト、キリト君強心臓意味ないけど使っていく。意味ないけど使っていく。さあ引っ張り、ミート対応引っ張り、キリト頼むよ。足も速いからね、キリト君ね。もうちょいキリト君もね、打率3割ぐらいまで、ね、上がってくればね、面白いんですけどね。厳しい。さあ10点差ついたので、ここは森の進くん変えて、まあ、シモンは別に投げさせなくてもいいので、ここはアリス、心でいきましょう。あ、待って、ちょっと待って、そっか、守備交代した。ジモティ投げてんのか。ジモティ変えて、ジモティライト戻しましょう。オッケー。で、ココロちゃん使おうかな。シマム、まあ、シマムを使ってもいいかな。シマム、そうだな。アリス、シマム、ココロでいこうか。アリス、シマム、ココロでいきます。そしたら、一旦角田くんやっといて、ちょっと投手も全員使っていきましょう。信頼度上げるっていうところもね、踏まえてね、やっていきたいと思います。アリスちゃんは伸びシナル、速球中心、定位置。内角中心頼むよ。うーん、オッケー、取れるんじゃない、取れる、今泉、オッケー、今泉足早いかんね、走力 A ですから素晴らしいですよ。さあ古田さん、古田さんのところで代打、シーマ、代打じゃない、代打じゃない、シーマも行きましょう。さあ超ファイト使って調子上げて、どうしようかな、投手能力も上げておきましょうか。いや、いいか。でシマムも伸び高いので、ここは内角中心、ストレート中心で OK、ストレートじゃない、速球中心なんだけどストレートじゃないんで OK、 ナイス高村。これでツーアウト、あんま守備うまくないけど代打4ですからね、高村はね。 OKOK、 さあ1人あとラストで、なんでここはもうエースいってもらいましょう。エースいってもらって、で怖いので延長のことも考えて、スタミナも上げておきたいんですけど、まあここは調子でいいか、調子アップしとこう。さあ最終回頼むよ、心ちゃん任せたよ、君のこの能力で抑えてくれ。4番、今日4番に打たれてないね、素晴らしいね。いや、宮下くんがね、素晴らしいピッチングをした、今日素晴らしかった、いいピッチングをしてくれ。さあ頑張って、心ちゃん、もう心ちゃんの能力であれば臭いところもいける。 OK、 よく抑えた、素晴らしい、素晴らしき世界。さあ始まりの、いいね、素晴らしい。王子高校10対0、ありがとうございます。コールド勝ちです、ありがとうございます。うん、素晴らしい試合、まあこんな点取れると思ってなかったですけどね、よく抑えてくれた投手陣、よく打ってくれた野手陣、素晴らしい。さあ今日キリト君が3安打で、角田はね、そう打ってはないんですけど、よくねチャンスをつなげてくれたバント職人、素晴らしい。高村も代打で1本、コン君も2本、奥地もホームラン打ってますね。ジモティも2安打、博士も1安打タイムリー、大平もタイムリー1本、今永君もタイムリー、遊女も代打で1本、今泉君も代打で1本、宮下も打ってるね。あ、素晴らしい、先発全員安打かな。毎日持ってますもんね。森の進くんも打ってる、小西も打ってる、素晴らしいね。今日はね、代打の人も全員打ってくれたって感じかな。いい試合だった。しかもピッチャーもね、宮下がよく投げてくれたね。7安打打たれてますけど、6回無失点、ピンチもよく抑えてくれたの回、素晴らしかった。そしてジモティもね、ジモティも素晴らしいね、はい、1回も無失点で抑えてくれましたね。ナイピッチ、素晴らしい試合でした、ありがとうございます。さあなんか能力上がってるかな、どうでしょう、どうかな、どうかな、OK、小西のミートが、まあ、リーまで上がってる、まあ、信頼度とかも上がってるんで、よしとしましょう。OK、素晴らしい。さあ、春の甲子園近づいてきましたね。とりあえず、まあ、出れるか出れないかっていうところで、まあね、可能性はね、出てきたので、この試合勝つことによって、素晴らしい。そして宮下のテンションがノリノリになった。ありがとうございます、宮下くん。素晴らしい、超ノリノリ。OK。さあ、次、秋の地区大会2回戦でございますね。
体力はどうかな。一旦食事会とか入れとこうかな。一旦食事会入れとこうか。ちょっとまあちょっと白のマスなんですけど、食事会入れて、オッケー、信頼度疲れかなり取れた。オッケー、素晴らしい。さあさあ元気練習。お、奥がとても辛そう。まあ休ませてあげよう。お口、オッケー、信頼度少し上がった、テンション上がった、素晴らしい。そしてコン君の称号もつくと。オッケー、ということで、お、秋の地区大会2回戦も前評判 C ということでございますね。はい、頑張っていきたいと思います、次回もね。ということで本日はね、ちょっとね1試合が長くなってしまったので、これにて動画は終了したいと思います。まあ、次回かな、次回はこちらの、秋の地区大会2回戦、やっていこうかなと思っております。ドラフト前までかな、ドラフト手前までちょっといけたらと思っておりますので、まあ、ぜひね、秋の地区大会2回戦突破して、春の甲子園出場をね、手中に収めたいと思いますので、皆さん次回もぜひよろしくお願いいたします。というわけで、初見で来ていただいた方はよろしければチャンネル登録、いつも来ていただいている方は高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の、館内放送でお会いしましょう。またな。お疲れ様でした。ありがとうございました。